はい、これもね、今となっては貴重になりましたかなと思うんですけど、富川口の票として出たもので ございます。まあ、これは、クラウンですね。まあ、富川口4、もうこの頃の時代になりますとですね、富川口としてはね、もう珍しい、形になりましたけどもね、もうすでに絶眼になってしまったんですけども、クラウンのね、ものでして、これもなかなかね、いいなと思ったね、車なんでございますね。まあ、ちょうどこの8代目のクラウンが、まあ、私にある意味その思い出が深いというか、そうだね、保育園児ぐらいの時にちょうどこの方のクラウンが、当時新車で、出ていてね、今にすると随分はるか昔の話になってしまったような感じなんですけども、まあ、その、時代のクラウンってのが非常に良くてね。で、これとしてある意味クラウンとして最大の大きさで 4000cc のクラウンがね、後に平成に入って間もなくぐらいの時に出てきたんですよね。で、確か、日付が変わって平成元年になりましたってなった時に、同時にこのクラウンの CM がパッてこう、今までまあ昭和の時代もクラウンの CM だったんだけど、一気にそのクラウンの CM が平成の、なってパッて出てきたんですね。それはもう日付が変わった途端で出てきたんで、それはなんか未だに記憶にあるんだけどね。で、それでその湖の上をこのクラウンがパーってこう、まあ、湖じゃない、湖の、まあ、なんていうの、向こう側にこうクラウンが止めてあって、で、それがこう出てきたんだけどね。で、確かその CM かなんかだったかな、4000cc つって、クラウンに 4000cc が出たんですよね。今にして考えると随分とまあ贅沢なクラウンが出たもんだと思うんだけどね。ただですらクラウンってのは高級車なんだけど、その上で 4000cc のクラウンが出てきましたっつって驚きましたね。何しろほらクラウンって高級車でさ、ね、2000cc とかの2.5ぐらいなのが、まあ最大じゃないですか。4000cc、今だって 4000cc の車っつったらもうビップカーですよ。ビップカーの中のビップカーですよ。ね、4000cc というのは、まあ、維持費も結構かかりますし、自動車税だとかね、車検だけでも結構かかるんじゃないかと思うんですけども、まあそういう車が売れに売れてたんですからね。今じゃ信じられないけどね、今じゃ 4000cc の車が売れに売れますかっていうと、ちょっと厳しいかっていうか、ちょっとどころじゃね、かなり厳しいなと思いますけどね。昔はそういう車がバンバン売れ始めたんですよ。で、同時に、まあ、それより排気量は小さくとも 2000cc とか 2.5cc の車なんかがどんどん売れ始めて、で、それが出たのがちょうど85年あたりぐらいかな。その時の、時代背景になって、確か80、あれなんだっけ、88年ぐらいかになってくると、自動車税が安くなったんですね、当時。で、当時はまだバブルの真っ只中で、バブルというのは1985年から、1992年ぐらいまでの間にバブル時代って流行ってたんですね。あったんですね。で、わずか6年、7年ぐらいかの間にバブルの時代がありまして、で、その時に、まあ、なんていうのかね、自動車税がお安くなりました。今まではもっと高かったらしいんですよね。今まではもっと高かったんだけど、1988年の時に、まあ、自動車税をお安くな、なりましたよっていうことでね。で、当時はその、なんていうのかな、もうお父さんも車持ってる、お母さんも車持ってる、お兄さんも車持ってる、姉ちゃんも車持ってるっつって、で、まあ、そういうのがこう、まあ、当たり前化してきた時代になっててね。で、同時にバブルだったからすげえなと思うんだけども、一家に一台はもののことを、お父さんが車を2台所有してると。つまり、まあ、なんていうんですかね、まあ、セカンドカーとして車を購入してるっていううちも結構あったらしいんですね。今じゃちょっとね、セカンドカーで車を持ちたいなっていうと、今のこの全体的な時代と、なんていうのかな、景気というのを考えると、まあ、維持できないわけではないと思うけど、まあ、ギリギリってところだからな。でも当時はそういうセカンドカーに1台車を持ってますっていうか、
結構あった、そういううちがあったらしいんですね。でそれでまああのなんていうの、まあこういうそういう時代の真っ只中でクラウンが出てきたから、ああこれは売れに売れて非常に良かった。でしかもその中小企業というかね、まああのまあ大手のチェーン店とかそういう会社だけじゃなく、そういう中小企業の社長さんまでそういうクラウンに乗ることができますよっていう、ある意味このクラウンの登場によってそのクラウンがだん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 それすごい豪華になってくるんだけど、ある意味クラウンの、まあ、なんつうの、その3代目のクラウンの思想を取り入れたんだよね。3代目のクラウンになって白いクラウンっていうのが全面的に打ち出されてきて、でその時に同時に、当時は1960年代ぐらいだかな、あの時代っていうのは白いボディっていうのは禁じられてたんですね。要するに初代2代目の時は白いボディにするっていうのはダメだと。それは緊急車両、救急車とかには使うのはいいけども、救急車以外に白いボディを使うっていうのはダメだっていうことになってたんですけど、66年ぐらいの時にその3代目が出て、間もなくの時にそういう、まあ3代目が出た当時か、その時にその緊急車両にしか使えなかった白いボディがその制限が緩やかになって、で普通車で、そういう一般車で白いボディを使ってもいいという許可が出たんですね。でその許可が下りたと同時に、それまま今までクラウンというと公用車のもうVIPカーだったっていうイメージから、そういう庶民の社長さんから庶民の方たちにも手が出せるような価格設定にして、でそしてそういう人たちでも憧れのクラウンを乗ることができますよっていうことをアピールしたんですね。それが3代目だったんですよ。でこれが出てきたことによって、その3代目がさらに、その3代目の意思というか、そういった、まあ、原点じゃないんだけど、まあ、その3代目の頃のクラウンとの思想っていうのをこうもう一度見つめ直して考えたのがこの8代目のクラウンなんですね。でそれをどう見つめ直して考えたもんですから、当時バーッとあっという間に広まっていった。で同時この時は今ナビゲーション、カーナビっていうのはこの9代目になってカーナビっていうのが出てきたんだけど、この8代目まではまだカーナビっていうのは正直言うとなかったんですね。ただそのカーナビで前身となるものがあって、地図が24枚入ってる地図があって、それをこう合わせた感じの地図があるんですね。でそれで、まあ、カーナビではないんだけども、その24枚の地図を一つの画面にして、でそこからこう、まあ、旅行とか、まあ、仕事で遠出に出かける時なんかはそういうふうな、まあ、初の今で言うとナビゲーションの元祖、それが出てきたんですね、このプランで。ただ当時のナビですから、ね、当時のナビの前身ですから、もうこれで道が楽に、あのこ、ね、渋滞も緩和されますし、まあ、あの道に迷うこともありませんよ。確かに道に迷うことはないかもしれないんだけど、ただ遠回りなんですね。当時の、まあ、後に出た初期のナビなんかもそうなんだけど、遠回りするんですよ。であの渋滞のないところを選んでくれるのはいいんだけど、遠回りをしていけっていうもんですから、余計その分だけガソリンがかかるじゃないかっていうね、まあそういうのがあって、まあ今のナビと比べたらちょっとこうお粗末的なナビだったんだけど、でもまあそれでも当時はすごいことだっつって、でしかもカーナビがまだ出始める前で、えこれが出てくるのかってことで非常に人気があってね。で当時これはあのテレビなんかも確か見られたんだと思うんだよね。今はね、あのデジタルにね、地デジの時代になりましたけども、当時このアナログのテレビが見られましたということで、これも当時話題となりまして、まあ非常に良かったんですね。ちょっと前私を知ってるこの後ろのところにちょっと塗装の剥がれというのはなかったんですけども、ちょっとあの保管してる間にこう塗装の剥がれがちょっと出てしまいましてね、申し訳ないんですけども、まああのそれだけやはりこのクラウンというのはもうそれだけ熱狂的に伝えたくなるぐらい、もうこのクラウンは大好きなクラウンでしたね。後にこれタクシーも昔使われててね、あれはディーゼルのエンジンの仕様もあって、それはタクシーなんかに使われてたりなんかして、なかなかいいクラウンでございましたね。もうこのバンパーのところとか、このメッキで作られてるのがまたいいなって感じでしたね。というわけでどうもありがとうございました。